オンタリオ州ロンドン出身。ポジションは、ミドルブロッカー。アメリカ合衆国女子代表。カナダ国籍、ナイジェリア国籍、アメリカ国籍を保持している。2008年、スタンフォード大学在学中に、米国代表入り。2010年からスタメンに定着し、同年のワールドグランプリでは、優勝に貢献し、自身も、MVP とベストブロッカー賞を受賞した。 同年10から11月開催の世界選手権に出場した。世界女子バレーボール選手の中でも1.2を争う最高到達点3 3 1トルを誇り、コートの横幅9ルを最大限に使った豪快なブロード攻撃とブロックが特徴。特にデスティニーフッカーと二人で飛ぶブロックは世界最高峰の高さを誇る。 2010から2011シーズンは、V プレミアリーグのトヨタ車体クイーンシーズでプレーし、スパイク賞を受賞した。2011年、ワールドグランプリ2011で2連覇に大きく貢献した。同年11月のワールドカップに出場した。2012年、ロンドンオリンピックに出場し、準優勝に大きく貢献した。 2012から2013シーズンからアゼルバイジャンリーグの強豪ラビタバクユへ移籍し同シーズンのヨーロッパチャンピオンズリーグで準優勝した2014年10月に行われた世界選手権ではアメリカ合衆国の初優勝に貢献した2016年8月に行われたリオデジャネイロオリンピックで銅メダルを獲得し自身もベストミドルブロッカー賞を受賞した 2017、18シーズンに V プレミアリーグの久光製薬スプリングスに入団。2シーズンプレイ後、出産を経て2020から21シーズンに久光に復帰。2021年、ネーションズリーグでもアメリカ代表の3連覇に貢献。そして、東京オリンピックに出場し、アメリカ代表の金メダルに貢献した。試合中にかけているゴーグルは、 ブロックに飛んだ際に、相手のアタックしたボールが目に当たり怪我をしたことがあった。ため、それ以来前衛でのプレイ時にだけ使用している。同じアメリカ合衆国代表で、バルセロナオリンピック同メダリストのルースラ・ワンソンは、アキンラデオの重視である。ありがとうございます。